2024年10月6日日曜日の朝、何時ですか？8時5分。おはようございます。なかなかね、一喜一憂というのか、なんだろう。三歩進んで二歩下がる敵なのか よくわかりませんが チェンマイにおりますよ。まだいますよ。全然おりますよ。チェンマイには全然おりますよ。ここにいるかはどうかわかりませんが。という感じで。やはりね、音楽だけのことを考えるっていうのはね、なかなか。だって音楽だけだったらいい歌を歌う人いっぱいいるし、いい音楽もいっぱいあるし、ね、啓発ソングだからさ。だからその感謝だけでいいんですが、とにかく世界中にね、感謝、歌だけでいきなりいけないじゃない。もう行っちゃったらだんだんと行くから、ある程度スタンバイしとかないと。で、そこに悩んでいるわけですよ。ね。今日は、今日は車の洗浄ということで頑張ってみたいと思いまーす。これ、綺麗でしょ、光の。ここを映したくて今回してるんです。これです。光のプリズムみたいな感じなんだけど、はい、今考えてる実践成長インストラクターね、自律成長と同じくありますからね。約2週間前の朝、2人が出会ったのはあのベンチです。これは何かと思ったら、井戸ですね。すごい。井戸だ。ここで会ったんだけど、なんかここに引っ越してくるようなことは言ってるんですよね。年明けね。車の洗車をしたんです。私たち手で。ね。綺麗になりました。多分空気圧をこれやりたいんじゃないのかな。空気圧を測るやつじゃないかな。毎日ね、何をしようかという感じなんですけども、昨日の夜なんだっけな、もうやっぱり言葉がね、伝わらないっていうのが一番フラストレーションでしょうね。あとやっぱしつこいよ、そんなこと何回も言わないでよとか、そういう言葉って難しいよね、英語で。いうのはだからトゥーマッチしか言えない。小原さん、でもインターネットがあるところにさっき連れててもらって、2週間ぶりぐらいに情報見たら、石橋さんっていうの、あれ石破さんか、石破さんがそう、なったんだね。小泉さんじゃなくてよかったですね。あとはレプリコン始まったっていうのと、そんなニュースを見て、あとアップロードで動画をアップロード1本だけできました、時間的に。まあどうなるかわかんないんですけども、とりあえずは日本を脱出して今チェンマイにいます。チェンマイにいる日本人は2500人ぐらいって今見てきたんだよな。でも裸眼0.02なので、ほんと楽、なんていうの、見えちゃったらもう全部見たくなっちゃうから、また遠回りになっちゃうからね。で、農業もやりたかったけど、11月に開くようなところがあるから、もしかしたらいけるかな。まあ、すべては完璧に動いているというところを全面的にパーフェクトに信じてますので、よろしく展開さなんかバナナもらってきてくれたみたい。買い物はね、パンがね、結局、硬いのじゃないと、で、中身ね、全部取っちゃうの。この硬い外しか使わないの。
中は半生っていうところで彼の中の会社を 95% っていうことは、まあ、470円とかじゃないの、トマト終わったのかな。私今日初めて買うココナッツオイル。オッケー。で私はマーケットかの、なんていうの、朝の位置が閉まっちゃってたから、これを43バーツね、チキン。これでも妥協して、これでしょうがないよ。作れないから。で、オレンジジュースとかもさ、こういう、これで75、80バーツとして85、400円ぐらいで買うんだったらさ、絶対新しい、なんていうの、フレッシュの本当のオレンジの方がいいじゃない。やっぱ手抜きをしてね、生きる人ってやっぱりね、やっぱ無理よ。これ12バーツ50円ぐらい、ご飯もうこれとチキンだけで私は十分です。こういうハムとかはさ、保存料とかがさ、日本よりはマシだと思うよ。500円、日本よりはマシだと思うよ。それ意味では日本はもう何食べてもね、毒しか考えられないですからね。あとお塩ね、シーソルト。まあ、こんな感じです。とりあえずもうなんかカップラーメンとかそういうのは食べないようにしようと思ってます。まあ、こんな感じのバーガーなんですけど、この中身の柔らかいところが生焼けって言って、焼けてないって言ってさ、食べないんだよ。食べないのはいいんだけど、それをゴミ箱とか捨てるとかいう言葉を言うと問題だというのもさ、英語じゃとなかなか難しいの。でもね、因果応報の法則はもう宇宙の法則だから、自分がやったことが返されるから、自分もそうやって、あ、お前なんていらないよって言って捨てられるよって、その運命たどり着くよっていうことなんですよ。で、結局あの言葉ね、言葉がとても大事で、あ、飛行機、何を発するかっていう言葉がとても大事で、そこなんだよ。だから要は言葉さえ綺麗だったらまだセーフなんだけど、やっぱりその言葉を、綺麗な言葉を使わないから、もうフェアリーテールとかエンジェルとかがもう彼は選んじゃダメよっていうのはさ、でこうなんていうの、そういうふうに思った瞬間に扉が開いたりするからね。網戸がさっと2回そうするともう出て行きなさいっていうことだからさ、まあそれでも、まあもう少しは様子を見ようと思ってます。